はい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 、そしたらね、待ってえ、こういう梱包に変わったの今度。はい、はいはいはい、出せる。ご覧の皆さん、こんにちは。セロです。レジです。はい、パパでーす。はーい。はい、はい、顔出して、顔出して、はい、はい、顔出して。はい、今回なんですけども、ルキちゃんちょっと座ってね、切れてるから。はい。今回なんですけれども、こちらの箱、何が入ってるかわかんないので、開けちゃいたいと思います。うん、上2つはプレ版から来たやつかな。で、下はアマゾンで注文したやつです。で、まあ、とりあえず封を開けて、アマゾンのお口ついてる。ね、お口ついてるね。で、開けまして、次の動画で、そのなんかどれか、ね、商品紹介していければなと思います。まあ、なので今回はまず箱を開けていくという動画です。はい、では早速開けていきたいと思います。はい。はい、はい、はい。はい、そうしましたらですね、早速開けていきたいと思います。まずはじめこちらですね、プレ版から届いた、箱、ちっちゃい方の箱開けます。なんだろうね、多分ね、フィギュアをね、何個か頼んでるから、そのフィギュアが入ってるなと思うんだけど、はい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 、そしたらね、待って、え、こういう梱包に変わったの今度。あ、はい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 、まず1個ずつ出しましょうね。映ってるかな。あ、映ってる。そうだね。はい、まずこちら2つなんですけど、こちらは、仮面ライダーゲームゾンビアクションゲーマーレベル X0 なので、ゲーマードライバーだね。バグルドライバーじゃなくてゲーマードライバーをつけたゾンビゲーマーです。で、あともう一個こちら、仮面ライダー0番のシャイニングアサルトホッパーが入ってました。で、こちらは、2つ同じものです。仮面ライダー電王のプラットフォームが2つです。で、これは、あれだね、前回の真骨頂の電王のソードフォームとガンフォームが発売されたんですけど、それの、どっちかをつけるために買いました。プラットフォーム1個は普通のノーマルタイプ でもう1個はどっちかをつけるためのものです。はい、まずこの、フィギュア4つですねが、まずちっちゃい箱に入ってました。じゃあ次、別の箱開けていきましょう。でかい、でっかいぞ。はい、じゃあ続きまして、こちらでかい箱で、うん、開けていきましょう。ルチ君が開ける。ルチ君開けるの。うん、じゃあ待ってね。ルチ君がナイフでテープだけ。ナイフ。はい、いいよ、開けていいよ。こっち。ピー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 、開かない。はい、え、はい、開きました。じゃーん、映ってるかな。はい、はい、絶メライズキーセットの2と1ですね。これで8個、はい、ということはここに入ってるのはもうおのずと絶命ライトです。はい、というわけで、この箱、実を言いますと、初回の販売の時にですね、買えます、まあ、買わなかったんです、見送ったんですけど、まあ、やっぱ欲しいなっていうことで再販、抽選販売がありまして、そちらで見事に全部当選しまして、見事なのかな、一応全部当選しまして、3つ、購入することができましたので、これはまた別に、まとめて開封していきたいと思いますね。はい、うん、じゃあこれはまた置いときまして。ラス、はい、じゃあ最後の箱ですね、こちらアマゾンから届いた箱を開けていきましょう。もうこっち開いてるんです。開いてるの。あ、いや本当だ、開いてるな。じゃあこれをいいですか。うん、折り破らせて、次は、はい、いいよ、はい、どうぞ。じゃあ2人がいい、2人で、はい、じゃあ開けてください。パパは親指を段ボールで切っちゃいました。はい、オープン。はい、はい、はい、出せる。押さえとくんで。あ、これね、あれだ、くっついてるから、ちょっと待って、くっついてるから、ちょっと大丈夫ねえ、なかなか出てこない。そっか、
カオスだよ、カオスになれる。カオスカオス、はい。あ、で、これで巻いたかな。はい、まず1個目、デラックスプログライズホッパーブレードでーす。こっちの方がいい。こっちの方がいいの。こっちの方がいいの。じゃあ持ってて、これレクちゃん持ってて。はい、続きましてこちらですね。なんで作ってるんだ、ホルムか。はい、はい、こちらですね、オーソライズバスターですね。はい、はい、デラックスオーソライズバスターでーす。こっちの方がいい。はい、これ。はい、はい、これ。はい。使っておいた、うん、ありがとう。はい、でこちらの2つなんですけども、一応ですね、 Amazon 新品で購入しました。あの、一時的にですね、在庫なくなったんですけども、在庫を持ってるお店がですね、もう一度出店してくれてですね、まあちょっと安く買いましたので、こちら2つまとめてゲットしました。なので、通常売ってる武器は多分これ全部買えたのかな。一応武器に関しては全部買えたと思います。で、変身ベルトに関しては、まあ、これから発売されるものありますので、それは届き次第ですね。ハンマーモードは何？アックスモードだね、これ。アックスモードね。はい、でガンモードと、はい、で、一番気になってるのがこちら、プログライズホッパーブレードなんですけど、あれなのかな、アタッシュカルバーにくっつくのかな、よくわかんないですよね。で、機中はくっつきますけど、実際おもちゃの玩具の方でくっつくのかはちょっとごめんなさい、私わかんない。あ、くっつくようになってますね、後ろに書いてありました。 あとアタッシュカルバーと、うん、装着になってます。はい、で、こちらに関してなんですが、あ、大丈夫ね、こっちはボタン電池なんで大丈夫です、動かせます、動かせるんですけど、こっち、電池をですね、追加で買ってないんですよ。3、4、2本でしょ、だからこっちはごめんなさい、ちょっと開封動画撮っても、動かせないので、電池を用意してからこっちは開封撮ろうかな、開封動画ね。今度ね、うん、今度撮りたいと思います。こっちはね、あの電池、ボタン電池だからすぐ使える。というわけで、じゃあね、まあ購入したものを全部並べてみたいと思います。はい、ということでですね、並べてみました。いや、結構買ったね。いろいろ買いましたね、全然把握しげてない。で、飽きちゃうよ。夜になっちゃうね。今撮影が5時45分過ぎて50分ぐらいになろうとしてるんですけども、今日の撮影が、9月の23でしたっけ。今日23かな、9月、そうだね、9月の23日。プレバンからですね、通知が来まして、レイドライザーの二次販売の分が9月発送になりますってことで、発送日が決まりました、出荷しましたっていう通知が来ましたので、それもですね、またおいおい到着しますので、そちらもですね、まあ開封していければなというふうに思ってますけども、取らなきゃいけないものは多数ございましてね、まだロッキングホッパーのねやつも取ってませんので、それもですね、出して、撮影しながら出していければなと思います。じゃあ、どれ開けたい、次の動画でどれ開けようか。それあげたいの？それか、それあげたいか、分かったよ。じゃあ分かった。はい。じゃあ、絶命ライザーと絶命ライズキーのセット開けようかね。はい。で、他のやつはおいおい開けていきます。じゃあまずは次、この動画ですね。絶命ライザーと絶命ライズキーセットを開けていきたいと思います。はい。ではここまでですね、ご視聴ありがとうございました。うん？うん。ね。チャンネル登録とコメント、高評価いただければと思います。あと YouTube 専用の Twitter アカウントと Instagram のリンクをですね、トップページに貼っております。トップページと説明欄の方に貼っておりますので、そちらの登録もぜひお願いいたします。ではまた、次回のですね、動画まで、お楽しみにお待ちくださいませ。はい。はい。では、さようなら。またねー。